カオルガイクス、2011年4月カオルガイクスノキは、大阪府門真市の三島神社境内に生育するクスノキの巨木である。推定の樹齢は千年以上とされ、1938年に国の天然記念物に指定された。大阪府内では最大であり、日本国内でも有数のクスノキの巨木とされる。角間市は大阪市の東端部と境を接し、 淀川水系の古川が市街の中心部を流れている。三島神社が位置する三津島地区は角市の南部にあり、かつて三津島村と称していた。この付近は淀川にも遠くない温暖で平坦な低湿地であり、クスキの,の生育に適しているため多くの大木が見られる。三島神社はかつて三能権現と呼ばれた付近の氏神であり、 アマテラス皇大臣、大名ナの命、スサノオノ村の御神を祀っている。この木は社殿に接す,するように根を下ろし、少し離れて眺めると枝葉が神社をすっぽりと覆っているように見えるほどである。幹周りは13.1メートル、樹高は約25メートルを測り、推定の樹齢は千年以上とされる。木の根元には不規則な凹凸ができていて、 黒ずんだ幹にはいくつか大きなコブがあり、主幹から枝分かれした5本の大枝がうねるように伸びている。枝張りは東西が34メートル、南北が33メートルあり、幹の高さ2メートル付近に締縄が張られている。締縄の少し上には大枝と幹の隙間に直径30センチメートルほどの穴が開いているのが見え、かつては子供たちの格好の遊び場であったという。 大阪府では最大のクスノキであり、日本国内でも有数のものだったため、1938年5月30日にクスノキの居住として有数のものなりとの理由で国の天然記念物の指定を受けた。カオルガイクスノキという名称は、この木の根元にある石製の花火に由来している。火火には、カオルガイ、クスノキ村雨の雨宿りせし,しの末にらぬ。 クスノキぞこのクスノキと刻まれている。この歌を読んだ、千草雄文は、江戸時代末期の苦行で、和歌に優れた人物であった。カオルガイクスの根元と、三木、2011年4月地元の人々はこの木を、クスノキさんと呼んで敬い、毎年10月に、秋祭りが行われている。大正時代、近辺に伝統を引いた際に、電柱設置の邪魔になるために枝先を一部切り、落としたが、 切った当人は木のたたりで腹板を起こしたという。1934年、室戸台風の被害で樹勢は衰えた。昭和時代の後半になると、周囲の宅地化や道路舗装の影響で地下水が枯れたために大枝の勢いが衰え、葉が黄ばむまでになっていた。このため地元の人々は1974年に、 保存会を結成して神社の境内に掘り割りを作るなどの対策を行った結果受精を取り戻した。カオルガイクスの木は1990年に開催された国際下と緑の博覧会に合わせて企画された新日本名簿百選に選定されたほか、1989年に行われた大阪府緑の百選でも人気ナンバーワンとなった。2012年には 巨樹研究専門家による神秘的な巨樹ベスト10で第9位となっている。門間市内にはカオルガイクスノキの他にもクスノキが多く生育していて、1973年10月1日にクスノキをシノキに選定した。ABCDEFGHI 新日本名木百百128から129ページ。ABCDEFGHI JK 渡辺。 282から283ページ。ABCD 天然記念物時点142ページ。ABC 日本の天然記念物語97から98ページ。AB カオルガイクス文化遺産オンライン2013年3月3日閲覧。ありがとうございます。